国今日のお昼ですあ、広瀬まりでございます今日のお昼でございますあ逆さま向いとった伊豆沙田さんという犬山にあります仕出し屋さんなんでございますが今日はいのこ座があって館長がお弁当をご馳走してくれましためっちゃ嬉しいですそして中野さんも食べています館長もうしてしまい で今日は、えー、4月の8日から始まりま,す始ま,りました、えー、春の堀部亭の春の企画展の初日ですたくさんのお客様が写真を見に来てくださって中野さんは一生懸命説明をしていました、えー、お二階の、えー、展示も土曜日には説明があったりする,するので是非お越しいただきたいと思います木下城伝承館堀部亭でございますよろしくお願いします